はい、まあ、全英オープンは今年で10回目の出場なんですけど、去年とやって優勝することができて、はい、やっぱりその優勝というのは一番印象深いです。まあ、今年も、結果はどうなるかわからないですけど、たくさん試合ができるように頑張りたいなと思います。